はい、ゆきむらチャンネル、城月ゆきむらです。今回は愛知県新城市にある長篠城をゆきむら目線で紹介したいと思います。長篠といえば武田の最強騎馬軍団を織田徳川連合軍の鉄砲三段撃ちで撃破した天正3年1575年に起きた長篠設楽原の戦いを思い浮かべるのではないでしょうか。歴史の授業でも徳川家康がね、天下人になるきっかけの戦いとして屏風写真とともに教科書に載っていましたよね。信長は設楽原の地形を利用して柵や土塁をね、数日で作り上げる野戦築城を行い、3000丁から4000丁と言われるね、鉄砲隊を主力に武田軍を迎え撃つ作戦を取り、武田信玄時代からの重鎮を数多く討ち取った織田徳川連合軍圧勝の戦いとしてね、長篠の戦い、または長篠設楽原の戦い、この名でね、教わった方が多いのではないでしょうか。新朝後期や定山奇談、紅葉軍艦、武家時期などね、歴史書物によっては合戦の様子にね、多少の違いはあるんですけども、確かなことはね、鉄砲が主力の戦いにね、負けた武田家にとって滅亡のきっかけとなった合戦でもあり、徳川家康にとってはね、三河遠江の二国を盤石とさせて大名家の頭角を現すことに成功したということですね。どうしてもね、この野戦がインパクトありすぎてね、ここだけクローズアップされてしまうんですけども、実はそもそもの発端は信濃とね、三河を結ぶ別所街道の重要拠点に徳川家の長篠城があり、三河侵攻を狙う武田軍1万5000の兵がわずかね、500人ほどで籠城する長篠城に攻撃をしてきたことから始まっているんですね。わずかな手勢で籠城を続ける長篠城を助けるべくね、家康は信長に援軍を要請、そして援軍が設楽原に到着し合戦となり、徳川方は勝利、長篠城は籠城戦を耐え抜いた、まあすごい城なんですよね。それでは年表から見ていきましょう。1508年、今川家に吉見を通じた菅沼元成が築城を行います。1560年、桶狭間の戦いで今川義元が討たれると、徳川家康は三河の国で独立し、長篠城は家康が治めることになります。1571年、武田信玄による三河侵攻により長篠城は武田のものとなります。1573年、武田家当主武田信玄の病死を機に家康が長篠城を攻め奪い返すことに成功します。1575年、信玄の後を継いだ武田勝頼が1万5000の兵を率いて長篠城を攻撃し、長篠の戦いが始まります。1576年、長篠の戦いで城が大きく損壊したため、城主奥平信政は新城城を築城し、長篠城は廃城となりました。1929年、城跡一帯が国の史跡に指定されます。2006年、財団法人日本城郭協会が歴史上の重要性を認め、日本百名城46番に選定し、今に至ります。続いて縄張りを見ていきましょう。こちらは長篠設楽原の戦いがあった頃の長篠城縄張り図です。西に神佐川、東に大野川が流れ、その合流地点に突き出した断崖絶壁の地形を利用して作られた要害なのが分かりますね。まず本丸がありまして、その南に八木来るわ、本丸北側に内堀を介して二の丸帯来るわ、西側には壇上来るわ、その周りを土塁で囲むように波状来るわがあり、さらにその周りを柵を囲い、西側に大手門を有する大手来るわ、東側には絡めて門を配置する福部グルワがあります。このようにね、本丸を幾重にも車で守る邸宅式平城です。天然の絶壁上にありますが、北側からはね、起伏がないことから平城と言われています。では現在のマップに当てはめてみましょう。1576年に廃城となったことや、鉄道が走っているためにね、まあ残念ながらほとんどのグルワは残っていないのがわかると思います。少し地図を引いてみます。2つの川と山で囲むような地形となっていて、攻め込む範囲が限られるのが分かりますね。ここにね、長篠の戦いの時の部隊配置を載せてみます。武田勝頼は北のね、硫黄寺山に本陣を置き、川東にあります飛ヶ巣山砦などね、5つの砦に監視部隊、
そして大手絡めてそれぞれに主力部隊を配置し、長篠城を完全に包囲していたんです。ちなみに真田幸村の叔父にあたる真田家当主真田信綱と弟正輝兄弟はここらに布陣していたとのことです。残念ながらね、二人とも退却する勝頼の新狩りを務めて設楽原の地で亡くなってしまいました。そしてね、真田家の家督を継いだのが幸村の父である真田昌幸となり、大名真田家の歴史が始まるわけですね。すいません、ちょっと話が脱線してしまいました。では皆さん、攻め手か守り手かね、どちらかの目線になってくださいね。長篠城にいざ出陣。こちらは現在国道151号線が走る当時の車で言えば大手車から波状車に入ったあたりでしょうかね。入り口には鳥居スネーモンの貼り付け絵が描かれた看板が目印となっています。ちょっとね、刺激的な看板なのでね、驚いてしまう方もいそうですけども、この鳥居スネーモンの活躍で徳川軍は籠城戦を耐えられたという逸話も残っています。この動画ではね、細かい説明は割愛しますが、ぜひね、彼の活躍を知った上で長篠城を訪れることをお勧めします。看板から南に 200m ほど進むと無料の駐車場が現れます。駐車場の場所がすでにね、二の丸帯車あたりになるんでしょうかね。このようにね、当時の長篠城の車規模を体感することはほとんどできない状況なんです。駐車場すぐ隣に切妻造りの長屋のようなね、建物が現れました。こちらが長篠城市史跡保存館です。入場料はこちらです。主に長篠設楽原の戦いにまつわる資料や武具等が展示されています。そして日本百名城スタンプもこちらで押すことができます。スタンプをね、集めている方は休館日や入館時間を確認の上訪れましょう。さて、史跡保存館を出て本丸方面へ向かいます。右手に史跡長篠城主の石碑が立っています。この先が本丸となります。当時はここに内堀と橋があったとのことですね。左手に階段がありましたので、まずはこちらへ進みたいと思います。ここは本丸と二の丸の境で、本丸側の鳥居跡だと思います。堀を掘った土を持って鳥居を築いたということですね。 2-3m の高さはありますね。そのまま南東方向に進むと突き当たりとなり、 JR 飯田線の線路が見えてきました。なかなか城跡内にね、線路が走っているケースは少ないですよね。この線路によって本丸と柳生郭が分断されている格好となっています。こちらは本丸を守る内堀跡です。今は空堀になっていますが、当時は水があったとのことです。この堀と鳥居が最後の防衛設備となるわけですね。ひょっとしたら武田軍はね、ここまで攻め寄せてはいたのかもしれませんね。土塁突き当たりから本丸に降りる階段がありましたので、こちらから降ります。そして本丸到着です。城主居館や矢倉等があったとのことですが、今は何もない芝生広場となっています。ここでは毎年5月5日に長篠合戦登り祭りというね、長篠の戦いで倒れた両軍将士のね、霊を慰める祭りが行われていて、火縄銃の実演もね、行われているとのことです。少し高くなった場所に長篠城本丸跡と書かれていますね。ここが本丸のね、中心地だったということでしょうかね。本丸の大野川方面のフェンスには、武田軍が長篠城を囲った際に構えた5つの砦の場所を示す看板がありました。この地よりもね、高い砦から常に長篠城を監視していたのでしょう。この線路向こう側が城最南端にあった柳生郭跡です。殿井戸と呼ばれる井戸があった場所にも石碑が立っています。時間がある方はね、ぜひこちらも立ち寄ってみてください。鳥居スネーモン貼り付けの場所と書かれたね、看板があります。まあ、木々が鬱蒼としていて、監査川の対岸が全く見えませんけども、当時は木々はね、ここまでなく対岸が見えたんでしょうね。こちらは本丸西側の木々ですけども、本丸と壇上車を分ける矢沢というね、小さな川がこの下を流れています。不忍の滝という小さめの滝もありますが、木々の間にね、わずかに見えているのが分かりますでしょうかね。矢沢反対側の壇上車まで出てきました。
こちらからも不忍の滝をね確認することができます。壇上郭から北に向かうとあちこちに石垣が現れました。ここは家老屋敷があった場所とのことです。野面積みでのね石同士をもたえさせるように積み上げる落とし積みで積まれていますね。当時のものかどうかは分かりませんが、重臣の屋敷があった場所なので可能性はありますね。家老屋敷跡には今もね住民が住んでいて、たまたまね家から出てこられたので聞いてみたら子孫ではないとのことでね、詳細は不明とのことでした。そのまま西に向かうと馬場二の神信房の墓と書かれたね看板があり、奥に大きな墓石がありました。馬場信房はね武田四天王の一人で、退却する勝頼のしんがりとして織田徳川軍の進軍を食い止めるためにね突撃しまして、この地で戦死したということですね。このようなね武田家重臣の墓が長篠設楽原周辺にはねあちこちあります。いかに多くの武田家武将がこの合戦でね亡くなったのかがよくわかります。一旦城から離れまして長篠城を南から見てみます。長篠城の写真は意外とねこの構図の写真が多いんですよね。難攻不落の城をイメージしやすいですからね。左右の川が合流している箇所の森の上が長篠城ですね。この川を越えての進軍はね非常に厳しいのはよくわかる光景です。ちなみに鳥居強右衛門はこの川から南に下り岡崎城まで救援を求めたとのことです。続いてその強右衛門が貼り付けにされたと伝わる場所へ向かってみます。城の南西側にその場所はありました。このね石碑が立っている場所が貼り付けされた場所ということでしょうかね。まあ予想通りではありますけども、こちらからも木々が邪魔でね全く長篠城側が見えませんでした。さて長篠城に来たのならこちらもね訪れなければなりませんよね。というかね、まあどちらかというと逆のパターンが多いかもですけど、長篠設楽原の合戦地ですね。訪れたい場所がねとにかくたくさんありますけども、まあその中からね数箇所をご紹介したいと思います。まず長篠城から西へ4キロほど行ったところに首荒池と呼ばれる長方形の学校のプールほどの大きさの池があります。合戦で落とした敵将兵の首を洗った場所だと言われていますね。その少し北には信玄塚と呼ばれる合戦の戦死者を埋葬した塚があります。この合戦時にはね武田信玄はもう存在していないんですけども、信玄の名が使われたということはそれだけね信玄時代の重臣を多く失ったことへの配慮だったのかもしれませんね。そのすぐ北には新城市設楽原歴史資料館があります。長篠設楽原の合戦についての詳しい資料や火縄銃とあと出土したね弾の展示などがあります。そして西に200メートルほど行くと長篠の戦い設楽原決戦場に到着します。この川の向こう側が織田徳川連合軍が陣取っていた方向になりますね。武田の騎馬隊は左方向に向かって突撃したということです。小さな川の端にはねこのように武田側には騎馬隊を、織田徳川側には鉄砲隊が描かれています。嬉しいおもてなしですよね。合戦屏風の看板があり、そのままね北に歩いていくと当時を再現した馬防柵が現れます。織田徳川軍が武田の騎馬隊を防ぐために設けた馬防柵はなんとね南北に約2キロもあったと言われています。ここはその中心地あたりになりますね。3000丁もの鉄砲隊がこの柵から一斉射撃を行ったわけです。信長はね本陣として構えていた茶臼山にも野戦築城をするなど、信長としてはね梅雨時期でもあったため、この鉄砲攻撃だけでは決着はつかないだろうと考えていたと思いますね。織田徳川の挑発に遭い無策のまま突撃を繰り返して自滅をしていった武田軍にね笑いが止まらなかったんだといったところでしょうかね。最後に新東名高速新城インターチェンジのすぐ北にある真田信綱正輝兄弟のお墓を紹介します。武田勝頼を無事撤退させるためにねこの地で連合軍の追撃部隊と衝突し亡くなったんですね。森を少し登ったところにそのお墓はあります。いかがでしたでしょうか。長篠城の魅力はねこれ以外にもたくさんあります。次はぜひ皆さんの目と肌でね長篠城を楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。また別のお城でお会いしましょう。雪村でした。